今シーズン北条との対戦はありません。今日は今永の前に3打席ヒットがありません。ピッチャー変わっています。マウンドは田中。ストライクボールを見極めてほしいね、はい、今日で19試合続けてショートでの先発出場です。北条この間打率も3割2分4厘とよく打っています。今日はここまでノーヒット。捉えた長打コース北条。いやしかし一塁を回ってストップ。真由美さんからあーっと声が漏れましたがどういう意味でしょうか。いやもう行ってほしいなっていうところですよね。行ってほしいなっていうのともう一つはねもう少しねオーバーランしてセカンドの方に行ってもいいかなっていうところですね。 あそこまでね早く決めることもないかなっていうところですね、はいはい、ちょっと早く諦めすぎたな。見えるところ走りながら判断できるところですからね、はい、まあ、コースとしては長打コースに近いコースに飛んだようにも見えましたけどね、うん、そうそう